吉田さん、50円の価値ね。うん。私も同じように感じることがあります。その時その時で出す答えって違うんですけども、やっぱり臨機応変ね。手持ちのカードを縦に見るのか裏から見るのか、どのように見るのか。もしかしたら、そのカードっていうのは、裏にしたままの方が効果があるかもしれないですね。そう、つまりブラフなんですよ。答えを見せるよりも、 見せないことによって圧力をかける。ブラフっていうのがあります。まあ、麻雀にもあるんですけどね。ただ、麻雀っていうのは、普段から、まあ、勝っている人が、やばい手配の時にハッタリをかますのは効果があるんですよ。普段負けてる人は、どうやっても舐められて終わりです。まあ、ですんで、1円でも5円でも10円でも、しっかりと稼ぎに行くっていう姿勢のあるビジネスマンに対しては、きっと、 お客さんの姿勢もまた変わってくるんんじゃなないかなと思うんですよ。まあ,あのこうやってどんな状況でも動画を出していきますよねアカウント制限されようが顔出ししようがコメントがあれようがどうやっても私はこうやって動画をアップロードしてます。そういった私に対していやなんか動画顔出ししたらいろんな嫌なこと書かれるんじゃないですかとかねなんかリスクあるじゃないですか顔出ししたらとかね そんな不特定させるところに顔や名前さらすなんてとかね。いや、今ちょっと、うん、アカウントが、うん、停止中なんで動画アップロードできません。もうあるかもしれません。いやいや、そういうのを全部、いろんなね、向かい風トラブルを廃して、活動を日々やっていくっていうのが、まあ、YouTube で稼いでいく、ネットで稼ぐってことだと思うんですよ。何かがあるからできませんでした。確かにそうかもしれませんけども、 そこで止まるのか何かがあったけどもこうやって実行しましたというふうにしてでききなないい人のの群れかから抜け出すすが大きな違いだと思うんですよねそしてですねそのお金と時間の価値とはちょっと違うかもしれませんけどもちょうどねついさっきまであの風俗関係の方とねこのお話をする機会があって結構またね興味深いわけなんですけども、まあ、私の即果塾の塾生さんにはその風俗関係をお勤めの方がね 何人かいらっっしゃってで、えー、結構ねお金についてのまあしっかりとした話ができるんですよね。お金というのがねあの、まあ、彼女を作らずに風俗通いの男性がいますと、まあ、それについていろいろと話していたんですけども例えばねあの彼女を作って一緒に。 楽しい生活を送るまあこれもとととってもいいことだと思うんですよ、まあ、私はどっちかっていうとそっち派なんですけどもそうなってくる時にじゃあ彼女にかけるコストはどういうふうに考えるのかっていうふうにね、えー、話していくとやっぱりね彼女となんか遊ぶたんびにお金かかるしこっち持ちだしそれからまあ場合によっては車もいるかもしれない誕生日プレゼントも必要。 で自分の身なりも整らない,いないといけないしまあ彼女の機嫌取るためにも、うん、いろんなね労力がかかったりするとまあもろもろあるんだと言ってましたね、うん、でそれに引き換えてじゃ風俗通いで彼女がいない人はどうかっていうと風俗に通って楽しいとワクワクすると嬉しいとで自分好みの女の子がたくさんいる中でその時その時の気持ちで、えーまあ、お金を出してね 一緒に過ごすことができるともちろんそういった性関係だけじゃなくって空いた時間にねあのいろんなあ自分のしたい話をしてその時間を楽しむこともできるとで、だいたいね 2, 2時間くらいいるそうなんですよだからちょうどデートしてる感覚密度の高いデートをしてる感覚と思えばものすごく効率がいいんだと言ってましたねうん。ただ単純にそういったサービスを使うのに1回 2万とか3万。場合によっては5万。っていうふうに切り取ると、彼女が言ったらお金かかんないじゃんっていう見方もあるんですけども、いや、彼女の維持費が一番お金かかるんだっていうふうに言うわけですよ。確かになと。うん、確かに彼女の維持費にはお金がかかるし、彼女自身もお自分にお金もかけないといけないし、お互いに結構お金かかるよねみたいなところなんですよね。で、お金だけじゃなくて、お互いにご起業も取らないといけないし、 あの各記念日にはプレゼントがあったりとかねそれから将来のことととを考えたたりとか、うんまあ、い,ろいろとあるみたいなんですよ、うん、でも付属って思った時に利用できてでしかも自分の思ってるところがもしねあの満員だったとしても別のところがあるから、うんまあ、すごくお手軽で楽しくって女性に対していい印象しか持たないらしいんですよねそういう,う,にうとに行くとここが肝心なんですよここが。 風俗外の人は女性に対していい印象しか持たないらしいんですよ。どこに行ってもなんか楽しく迎えてくれてね、まあいい感じにさせてくれて、えー、で、自分のことは嫌なこと言わないし、で、自分好みの可愛い子しかいないと言うんですよね。当然ですよね、自分好みのこのところに行くわけですから。でも、彼女っていうのは自分好みの子が必ずしも彼女になるとは限らない。まあこの辺で手を打っとこうかって言ったら言葉はあですけども、そうなることもあるんですよね。じゃあそうなった時に、 いつも多少の我慢があったりとかね。で、自分好みの彼女であっても、たまにはね、喧嘩もするでしょう。それを修復するために、ああでもない、こうでもないと、骨折ったりするのも、これも無駄な時間なのかなとかね。もういいかな、別れちゃってとか思うと。で、別れたらまたね、あの、一から彼女を探さないといけないし、その時は自分はもう新たに年を取ってるしとかね。なぜの側か,から思う。で、彼女の方からも、お付き合いをするにしたがって自分はどんどんね、一年経ったら一年分老けていくし、本当にこのまま付き合っていけるんだろうかと。 仮に別れたとして新しい彼氏ができるんだろうかと、すごく不安で、うん、頭を痛めることが多いらしいんですよ。まあそういうふうに考えて、いちいちそういうふうに考えて付き合ってる人はいないと思いますけどね。ただ、風俗外の人とお話していると、うん、なんかね、必ずしも全然寂しくないわけではないけども、その男性はね、風俗外が俺に合ってるかなと。とりあえず今のところいいかなって言ってましたね。うん、で、えー もし彼女ができたとしたらって考えたら多分今の楽しみっていうのはできなくなるからやっぱり彼女いらないなって結論になってきたんですよね <laughs> うんまあなんでしょうねさっきまで話していたからついついこの話題になりましたけども50円引きからねこの話をね無理やりしたがる私の今回の億万長者合宿リレーいかがでしょうかじゃあ737話以上で終わりですいってらっしゃい